南南東から見たセドナ空港。メサ上に位置していることがわかる。背景はセドナの市街地。セドナ空港はアメリカ合衆国アリゾナ州ヤバパイ軍の都市セドナの中心業務地区から南西に2マイル離れた位置にある小規模な無関西空港。この空港は220エーカーの敷地を持ち、滑走路1本とヘリパッド1箇所がある。 アメリカ合衆国の空港の多くは FAA の3文字空港コードと IATA 空港コードが一致しているが、この空港は FAA コードが SETS、IATA コードが SDX となっており、一致していない上の市街地の大部分を見下ろす位置にあり、旅客であれ地元の住民であれ、セドナの市街地周辺で自動車を運転していると、通常に現れた。 着陸体制の飛行機が山中に突然消えてしまい着陸した様子が見えないということがしばしばある。また空港はサガンの路頭であるセドナのレッドロックのすぐ近くにある。開港は1955年である。当時は舗装された滑走路はなく滑走路上をこようテなどの動物がカ歩している状態だった。これは着陸するパイロットにとっては危険なことであった。 1957年には小さな舗装された滑走路が設けられた1990年、滑走路の改良が行われ、定期便の就航が始まった。1981年にジャック・シーリーが設立したエアセドナが、フェニックスのスカイ・ハーバー国際空港や、ラスベガス、金坊のグランドキャニオン国立公園空港などへの就航を1995年まで続けた。 セドナ空港はボーイング737程度のサイズ以上の商用ジェット旅客機は受け入れられない。しかし小さなビジネスジェットやビジネス客用のジェット機やセスナ機、ビーチクラフト機、ヘリコプターなどの利用は多い。かつて就航していたシーニック航空は1997年4月まででセドナ空港への便を廃止した。セドナ空港を拠点とする セドナやツアーズは1994年からヘリコプターや軽飛行機を使ったセドナやグランドキャニオンの遊覧飛行サービスなどを提供している。2003年4月12日、3人が登場していたビーチクラフトボナンザが21カス走路の南西でフェンスと接触して地面に激突した。この事故で操縦訓練を指導中だったインストラクター、訓練生。 乗客の3人が死亡した。2012年7月26日木曜日、オリンピックに2回出場した長距離走者パッドポーターが操縦し、15歳の息子、コナーとその友人で14歳のコナーマンチが同乗していたビーチクラフトデュークがこの空港から離陸した直後に墜落して全員が死亡した。ありがとうございます。